みんなこんにちは。霊夢よ。マリサなんだぜ。私の姿がさらに可愛くなってるんだぜ。今までのは、今までより可愛くなってるわよ。おぉ。何回だか？いやだから、今までより可愛くなったね。って、バナナみたいなんて言えない。ちょっと嬉しいんだぜ。変になんか言わない方がいいわね。そういえばなんで私を呼んだんだ？あ、そのことなんだけど、プロセカの企画やっていくよ。ああ、私が提案したあの企画か。そうそう、あれを今回はやっていくよ。今回やっていく曲名は、フォニーよ。録画は確か3、4ヶ月前だったはず。だからとても下手だと思うけど許してね。さあ前回は、チートかというほどの速さで終わったが今回はどんな無様な姿を見せてくれることやら。今回は確かに苦労したわ。やっぱりな。なるべくミスしたらすぐやり直すようにしたわ。気づかないでやり続けたこともあったし、iPhone の容量もやばいし、まあとりあえず最後まで見ていってね。あ、こいつやりやがった。ってことでやっていくわけだが。今はエクスパートのレベル26とか27とか普通にやっているわ。まさかこれと別に作ってるゆっくり茶番よりこっちの方が先に作るとはな。地味に傷つくからやめて。始まったわね。どうだ？あれ？早くないか？ああ、実はもうこの時は速度 10.2 に慣れ始めたタイミングね。つまりどっかのファイルに速度 9.2 のハードのプレイ映像があるわね。せめて時系列はちゃんとやって。結局のところは動画を出せばいいんだから。絶対違うし、そんなんだったらゆっくりなんか作るな。そんなこと言ったらドライブに作りかけのゆっくり関連、多分7本くらい。で、そんなことを話してたら1回目ミスったわね。お願いだからその流れでミスらないで。まあ1回目ミスらないと動画的に映えないしね。まさかのメタ発言。で、さっきの続きなんだけど、まだ作りかけなのよ。割合的には何ずつなんだぜ。1本目から 7%、13%、0%、22%、4%、10%、5% といったところかしら。編集サボってるんですね、わかります。おいやめろ。まあ、数字にサボってる結果が出ちゃってるからね、しょうがないよね。数字で決めつけるな。もしかしたら 0.0001 かもしれないでしょ。世界ではそれをやっていないと同類にするんだよな。もうやだ。ちなみに次はどこでミスってくれるんだ？だからやめて。お前さっきから見てて思うが、結構ギリギリなところ多くないか？ほとんどの曲で初見一発目だからね。ぶっつけ本番といったところか。そうね、それが一番正しいわね。じゃあその初見プレイでフルコンボいきましょうか。見せる分には簡単そうだけど、だいぶ難しいのよ。ちなみにどのくらい難しいんだ？今は慣れてきたから大丈夫なんだけど、始めたての頃は手がつりかけたわ。師匠が完全に出てますけど。笑わないで、ずっと割とガチで痛いから。あ、あと聞いたのは多分個人差あります。個人差も何もまず初心者でも食らないと思うよ。もし聞いたことある人、コメント欄に書いてください。コメント数稼ぐな。より詳しく書いてくれたらコメント返信で使うかもな。だからコメント稼ごうとするな。あとお願いだからミスをして。それ私のミスのフラグになるから言うのやめて。動画的に2回目で抵抗はないぞ。お願いだからメタ発言もやめて。いや、ミスってもいいのかもしれない。ごめん、謝るからちゃんとやってくれ、頼む。ちゃんとやんやらない関係なくできる気がしない。まあ、動画の時間。ごめん、ミスった。あの、ミスらないでって話してる最中のミスはちょっと。まあ、ミスろうとしてミスったわけではないんだけどね。まあ、そりゃ見てたらわかるけどな。でもあれ確か曲の8割近く言ってた気が。あ、まあ、今日メンタルじゃなきゃもうやめてるけどね、こんな企画。ああ、私の発案企画がこんな企画扱いされてる。ごめんごめん、そういえばあなたの発案企画だったわね。私が発案したことすら忘れられてる。冗談冗談、マイケル冗談、マイケル冗談。場が凍ったじゃねえか。じゃなくて、ミスった。ツッコミに困るから次々に問題起こさないでくれ、頼む。私もミスりたくてやってるわけではないわよ。もうちょっと集中してやったらどうだ？これでも集中してやってるわ。自分が思ってる場合は集中しろよ。やってると腕が痛くなってくるのよね。それと何の関係があるんだ。痛みが来ると集中力切れるじゃん。まあ、そうだが。YouTuber なら痛みが感じなくなるくらい頑張れよ。もう感覚マッチしてるとかの次元じゃないんですが。痛覚という人間に絶対的必要なものを失ってるんですが。お前はミスってるのにいつまで進めるんだよ。いやーちょっと先の方まで見たいなー、なんて。リトライするのめんどくさいんですね、わかります。おいやめろ。仕方ないよね。編集サボってる姿見たことあるし、こいつちゃんとやってるとこ見たことないぞ。結構真夜中でやってるわよ。マリサが寝たくないにね。なるほどなー、だから編集見たこ。てかここでやっと HP0 になって、やり直しなのか。
まあ、私の力によれば次で終わらせられるわよ。はいはい、フラグフラグ。おいやめろ。まあね、余裕なんですよ。じゃあ見せてもらおうか。その余裕さで。いや、やっぱりあんまり期待しないで。自信なくなったんですね。わかります。おいやめろ。ここの最初の部分は AP は取れてないけど、安定はしてるな。AP なんかね、狙ってないし。狙ってるんですね、わかります。おいやめろ。そういえば大型アップデートが来たわね。本当にお前どんだけ秘密かけんだよ。んと、何日だろうね。みんなに先言っとくと、この動画の2分11秒までが6月の下旬に作り始めて11月ちょい前にやっと作り終わったからな。あ、ちょっとマリサたちの裏事情言わないでよ。動揺してミスっちゃったじゃん。それ私関係ないんだよな。まあそうだけど。そういや、さっき大型アップデートが来たと言っていたがどのように変わったんだ？結論から言うと、プロセカじゃなくなったプロセカね。何を言ってんだか。まあ自分が動画のために録画した中から写真を持ってきたわ。1枚目はこれね。どこが変わったかよくわからないぜ。仕方ない。そんなマリサのためにこの本人の最後のホーム画面持ってきたわ。これなら違いも一目瞭然ね。まあ、左上の地球のマークが丸くなってるな。それ以外にも右上のプレイヤー関連のものの白背景がなくなってたり、丸くなったり。あと私が初めてすぐ気がついたのは右下のガチャからプレイのところまでが一枚のグレー透過の感じになっているところね。あ、全然気づかなかったんだぜ。意外ね。私はお前ほどゲームをやってるわけでもあるまい。確かにね。この動画企画で言うと2回目だしね。またメタ発言。他にはどこがあるんだぜ。私もあまりわかんないのよね。プレイしてて気がついたことならあるわ。この画像見てもらえるとわかるんだけど。なんだこれ？新ノーツか？その通り。今回のアップデートで追加されたノーツね。これはどう操作するんだ？途中にひし形のあるよね。あれが最後の過去にもあるんだけど、そこまでタップしておくの。その後はどうするんだ？だから言ったじゃない。タップするだけでいいのよ。え？ってことはまさか。そう。今までは必ずタップするか跳ねないといけなかったけど、今回からはさらにタップしたままというのも追加されたのよ。覚えることがまた増えたんだぜ。大丈夫よマリサ。私の脳内はもうすでにパンクしてるから。もうこれはパンクとかいう次元じゃないんだぜ。確かにそれもそうね。そういえば他には何かあるか？まだまだたくさんあるわよ。次はこれかな。はぁ、もうプロセカじゃねえじゃねえか。まあ、確かにね。昔は全部の曲が2本指でできるって言っていたものね。ああそうだ。プロセカは嘘をついたんだぜ。何を言ってんの？マリサ？4本でやるなんて今までのプロセカじゃねえじゃねえか。4本なんだから右2本左2本でしょ。だからちゃんと2本の約束は守ってるじゃない。そういうことなのか。私はそうだと信じてるわ。他にはあるか？あるにはあるんだけどね。何せ時間がねえ。お、そろそろまともな実況が始まりそうだ。代わりに、解説がだいぶ多くなるけど大丈夫そう？言ってもこれゆっくり実況だからな。ゆっくり解説ではないからな。わかったわ。じゃあこれ1にするからね。なお大型アップデートが終わってからここまでで48日かかってるけど。時って経つの早いのね。まあ、期末テストが間にあったしね。しょうがない、しょうがない。この感じだとこれからの活動が怪しいな。そんなこと言うからミスったじゃん。だから私のせいじゃない。これで決めるもん。お、華麗にフラグが立った気がする。本気だから。ここで終わらせて次のやつに取り組むんだから。貯めてんのかよ。なんでやり直しなんだ？なんか虫の居所が悪い。質問の回答になってないぞ。まあ見てて、これで本当に終わらせるから。終わらせるとは？普通によそ見してた。フルコンボさせたいんだったら、集中しろ。そうね。集中しなくちゃ。あ、終わらせる気ある？今のは反応しなかった iPhone が悪いから。おーこいつ、自分の指じゃなくてついには iPhone のせいにしやがった。まあこれで2度目の正直で終わらせるから。そういった後のミスはもう面白くないぞ。うん。次こそ頑張る。あ、ついに言葉にも元気がなくなった。頑張れよ。総コンボ数842もあるからな。やる気なくすのやめてください。まあ、霊夢ならこれで決められるとは思うぜ。もうやだ。大丈夫だよ、お前ならいける。いやー、見てくれてるからわかると思うけどハードも結構難しいのよ。ああ、なんか見た感じだが結構難しそうだよな。
今のこの感じだと、腕がもげるくらい連打しないといけないのも出てきそう。しかもエキスパートとかマスターとか頭おかしいことになってそう。あれをやってる配信者さんは頭おかしいのかしらね。いくら個人の感想ですをつけても言っていいことと悪いことがあるだろ。だって本当におかしいじゃん。何よ、1600以上 AP って。まあ、それには同情するが。まあ私もここ最近でエキスパート、マスタークリアでき始めたんだけどね。なるほど、つまりお前が岩田岡の同類と。おいやめろ。にしてもこのテイクでクリアできそうな気がするわね。バカ、そうやってフラグ立てるから。あ、お前終わったな。フラグなんか根性でやればいいのよ。それができればいいんだけどな。できればじゃないんだよ、やれるにするんだよ。思ったよりもちゃんとした根性論だった。当たり前でしょ、根性論3級を持ってるんだから。なんだその、漢字検定とか英語検定の系列にありそうでないものは。私が今作ったものよ。漢検、英検2対29から1級まであるわ。ちなみに合格目標は？200点満点中7割かしら。私が思ったよりちゃんとした根検だった。あっというわね、根性論検定、略して根検ね。あなた名付け親ね。あ、これ私はなかった方がいいやつ。無理さ、あんた天才よ。842コンボでクロス系してたから、あと416コンボ分ね、いける気がしてきたわ。おーい、頑張ってくれ。もちろん、ここまで来たらパパンと終わらせちゃうわ。いやーもうここまで来たら、ファルコンボ行くわ。でかいのから思ったんだけど、どうしたんだぜ。フルコンボ目指してるんだったら、酔い先かなで様のライフ回復とかいらないなーって。大好きな酔い先かなで様と近くにいられるだろ。あ、確かにそうね。やっと気がついたか。っていうかもう曲の8割ってたのね。確かにそうだな。ってことはもうそろそろ帰って寝れるんだな。このチャンネルがブラック企業と同じことしてるわけないじゃん。もしブラックだったとしたら、このチャンネルを強制赤バンさせるところだったんだぜ。強制赤バンってどんな風に？そりゃあ、これを、こうだろうな。ここは、まあやってないから大丈夫だけど。おい、アルコンボできそうだぞ。そうね、私頑張るわ。もうなんかここまで来たら、レイムのこと心配しなくても良さそうだな。もうこれは勝ったわ。やめとけって。いやもうここまで来たら、肝を落とせるよ。フルコンボだ。おめでとうなんだぜ。いやー、気づかれしたわー。いやー本当にこれで寝に帰れるんだぜ。だからこのチャンネルはブラックじゃないからね。と言ってもまだハードだからな。エキスパートとかマスターとかもクリアしてけよ。あ、はい。ここまで見てくれたみんな、どうもありがとうなんだぜ。チャンネル登録、高評価よろしくなんだぜ。それじゃあ、またねー。